いろんな周りの関節に影響が波及してしまうわけですよね。太ももの外側が痛い方とかもいらっしゃいますよね。酸欠になったり、栄養不足になるわけですね。股関節専門チャンネル、キプチューバー、大悟です。皆さん、股関節痛くて辛いですよね。病院に行くと、骨が変形していて痛いんですよとか、軟骨がすり減って痛いんですよとか、骨と骨が当たっちゃってますね。これが痛みの原因です。手術しましょうって話をされることが多いと思うんですけども、実際世の中には、全く変形してなくても股関節が痛いと。軟骨が全く減ってないのに股関節が痛い人もいっぱいいらっしゃいます。それとは反対に、完全に骨と骨くっついちゃってますよ。軟骨全くありませんね。とかって人でも、痛みが全くない方もいらっしゃいます。ということはですね、これ、レントゲン写真って本当に参考資料の一つでしかなくて、全く自覚症状とは関係がない。この点、すごく不思議だと思いますよね。なんで変形してんのに痛くないのって思っちゃいますよね。この辺の謎を今日の動画で解明していけたらなと思うんですけども、今日動画の後半ではですね、対処法となるセルフケアもしっかりと話していきますので、ぜひ最後までご覧ください。今私ですね、2箇所出張で施術に伺っております。仙台と札幌に行っております。現在、キャンセル待ちが出ている状態になっておりますので、もしね、施術ご希望される場合は、早めに下の概要欄にある LINE の方からお問い合わせいただけるといいかなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。股関節の痛みについてなんですけども、やっぱり痛みがあると、動きたくないな、座ってたいな、外出たくないな、歩きたくないな、思ってしまって、どうしても行動が制限されてしまったり、気持ちが内側に入ってしまったりして、なかなか活動的にはなれないですよね。このままにしてるのはすごくまずいんですよ。今度は、その動き方とか歩き方が正しい歩き方にはならないわけですよ。そうすると変な歩き方になっていくわけですよね。何が起こるかというと、今度は膝が痛いとか、腰が痛いとか、股関節も痛いけど腰も痛いとか、いろんな周りの関節に影響が波及してしまうわけですよね。痛みが根本としてあるということは、その歩き方とか、動き方を悪くしてしまって、二次障害を招いてしまうってことになりかねないわけですね。これは放置してはいけませんよね。今日は特にお話ししたいのは、股関節の外側のお話をしていきたいと思うんですね。外側にはですね、股関節の出っ張った骨の大天使という骨があります。これは股関節ではありません。太ももの骨の一部になります。この外側の痛みとか、あるいはお尻が痛いだとか、他には日常生活の動きの中では、椅子から立ち上がるとき、座るときに痛みがある方、階段の上り下りで体重をかけたときに痛い方、靴下の脱ぎ履きをするときに痛い方、今日の後半のセルフケアはすごくためになれると思いますので、ぜひご覧ください。特にですね、歩き方、ちょっと悪いんだよなとか、自分で鏡見たり、街中のショーウィンドウ見たりすると、なんか歩き方おかしいんだよな。周りのご家族とか友人とかに、どうしたの？足痛いの？大丈夫？なんて聞かれることありますよね。そんな風に言われたことがある方はぜひね、今日の動画後半まで見ていってくださいね。じゃあなぜ股関節に痛みが出るのか。太ももの外側が痛い方とかもいらっしゃいますよね。なぜ痛くなっちゃうのか。これって外側にはですね、長径靭帯という靭帯があるんですね。ここのところを図を使って説明していきます。これ図を2つ書いたんですけど、まずこちらの上の図から説明していきますが、これ足と骨盤を横から見た状態です。このような方向から見ております。これ太ももの骨。ちょっと短くてすいません。これ骨盤ですね。上に繋がってるのが背骨。これ膝があって、ここ膝のお皿の骨ですね。ってなってるんですけども、長径靭帯という太ももの外側の靭帯があるんですけども、これがこの青いラインになります。この真横の長径靭帯は実際は痛みの原因になっていることが非常に少ないです。じゃあなんで太ももの外側が痛いかっていうと、この長径靭帯につながっている筋肉が悪さをしていることが非常に多いんです。それが何かというと、ここに書いた2つの筋肉。こっちが前、こっちが後ろです。お尻側。ここの前に書いたこの斜めの筋肉。大腿筋膜張筋と言います。大腿筋膜張筋というのは、前習いをした時に、人差し指のところに当たる前側のグリグリした骨から先ほど言った大天使に向かって斜めに走ってる筋肉にある筋肉が大腿筋膜張筋。そして、この後ろ側は有名な大臀筋です。イメージとしては、このお尻の膨らみ、この両方の斜め前と後ろの筋肉が、大臀筋のところでくっついてくるんですね。大臀筋のところで合流して、そのまま繋がって Y の字状になって、長径靭帯に繋がって、膝の下まで伸びていくわけですね。この膝の
下の外側が痛い方もいらっしゃいますよね。こういった流れで股関節を動かす筋肉なんだけども、この辺の筋肉が悪さをした結果、長径靭帯を引っ張り上げてしまって、この膝にストレスがかかってしまって膝に痛みが出る方も多くいらっしゃいますけども、この大腿筋膜張筋、大臀筋が緊張することによって血流が悪くなって酸欠になったり栄養不足になるわけですね。そうすることによって痛みを出しています。そうなってくると痛みが出るわけですけども、ここでこの外側の痛み、あるいは大天使周りの痛みを訴える方も多いんですけども、この大天使周りの痛みは今度は何が起きているかというと、聞いたことないかもしれませんけれども、大天使活液法というものが大天使の横にはあります。それを説明したのがこの下の図になります。これは前からみたいでこのような状態になるんですけども、太ももの骨があって骨盤があります。イメージとしては股関節の横についている中殿筋を書いていると思ってください。中殿筋っていうのは骨盤から出て大天使についているんですけども、ここにこの赤い筋肉と太ももの骨の間に青い何やら丸いものがありますね。これのことを大天使活液法と言います。これっていうのは筋肉と骨が直接当たって擦れないようにするためにあるんですけども、この例えば中殿筋の緊張が高まって硬くなってしまうと、この活液法を大腿骨の方に押し付けるんです。その押し付けて圧迫した状態で歩いたりとか動いたりとかすると、ここで大天使活液法で摩擦が起きる。その摩擦が炎症となってしまって痛みが出ている方がいらっしゃいます。そういった方がこの辺の大天使周りが痛いのよねってお話をしたりします。こういった長径靭帯にしろ大天使活液法にしろ痛みが出るメカニズムがあるんですけども、じゃあなぜ筋肉が緊張しちゃってこのようなところに痛みを出すのかっていうと、普段の使い方、歩き方が原因になっていることが多いんです。この辺の痛みが出る方の歩き方の一つの特徴として、腕を振ってないっていうのが一つあるんですね。カバンを片方の肩にかけたりとか、片方の手だけに持っているとこっちの手絶対振らないですよね。あるいはスマホを見ながら歩いてると、ここ固定されてるので腕を振らないんですよね。通常だとこのように腕を振って、この時って体が背骨を中心にねじれるんですよ。ただこれカバンとかしちゃってるとねじれないんですね。ここの正面が壁となってまっすぐのまま歩いてしまう。このような体幹のねじりがないと、普段は上半身の腕の力を使って前方への推進力を得るんですけども、その上半身の動きが使えないので足の力だけで前進しないといけないんです。っていうことは足の筋肉への負担が増える。あるいは股関節症の方は肩を横に揺らして歩いてる人すごく多いんです。これトレンデレンブルグ歩行とかデュシャンヌ歩行って言うんですけども、この横揺れの歩き方をしていると中殿筋やら大天使やら長径靭帯のこの横へのストレスがすごく大きいんです。そうすると筋肉の緊張が高まって酸欠栄養不足で痛みが出るわけです。ですからこの横揺れを起きないように、あるいは腕を振れるようにするためにセルフケアをしていかないといけないんですね。なのでこの後の実技の方では股関節の外側の筋肉を柔らかくする、あるいは股関節を柔らかくする、そして骨盤が動くんですね。結局ねじれるということは背骨だけじゃなくて骨盤も回らないといけない。腕を振ることによって背骨もねじれてくるし、背骨とつながっている骨盤もひねれてこないと効率的な歩き方にはならないわけですね。ですからそういった今までの腕を振らないで歩いているという体に染み付いた悪い癖を直さないと明るい未来は待っていないわけです。それを直すためのエクササイズをこの後紹介していきます。なので筋肉や骨盤の動きがスムーズになると歩き方が良くなっていきますので、ぜひこの後の実技やってみてください。では実技の運動は2つやっていきたいと思います。まずは準備運動として立った状態でのお尻振り運動をやっていきたいと思います。壁に両手をついていただいて、足の幅は肩幅まで開いてください。足が痛くて肩幅まで広がらない方は痛みが出ない範囲まで広げていただければ大丈夫です。この状態でお尻を左右に振ります。ただお尻を振った時にやはり痛みが出てしまう方は痛みが出ない範囲まででいいです。注意点としてはまず膝を曲げないこと、膝は伸びた状態でやってください。そしてこの運動をするときに骨盤をねじらないこと、骨盤はまっすぐのまま左右に振っていきます。
骨盤はまっすぐ正面を向いたまま左右に振っていきます。このあたりを注意しながら1、2、3、4ということで30回やっていただきたいと思います。スピードは必要ありません。とにかくゆっくりでいいのでねじれないように正面向いたままという膝を曲がらないように注意しながらやってみてください。次はもう少しアクティブに動いていきます。腕を振りましょうという話をしましたけれども、腕を振るときによーいドンみたいに腕をこの位置に構えましょう。腕の振り方としてはこれでいいです。でこの時前だけ振っちゃう人が多いのでしっかりと肘を後ろに引く、後ろに引く、これ意識してください。そして足もこれに連動させてつけていきます。足を前に振り出すときと同じようにかかとを上げてつま先立ちになって膝を曲げます。反対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 、この今の腕と足の動きを合わせていきます。右の手を振るときは左のかかとを上げる、反対左、1、2、3、4という感じで30回やってください。注意点としては痛みが出てしまう方は無理しないでください。あとはやはり腕を振りたいのでとにかく肘を後ろに引く練習、肘を後ろに、そこを注意してやっていきましょう。この運動をすることで歩くときに腕が振れて背骨がねじれて骨盤が動いてという正しい歩き方に近づいていきますから、ぜひ痛みが出ない範囲で毎日取り組んでみてください。今日の動画でもいろんな知識を学んでいただけたんじゃないかなと思うんですけれども、下の概要欄にあります股関節 LINE マガジンに登録していただけると YouTube だけじゃなくてマガジンからも知識がつきます。例えば痛みの原因は一体何だろうとか、保存療法って何なんだとか、知識があると痛みの取れ方ってこんなに違うんだっていうね、そのあたりの話がバンバン毎日流れてきます。ぜひ皆さん LINE マガジンを登録しておいてください。それでは今日はこれで終わりにします。皆さんお大事にしてください。周りのご家族とか友人の時に、周りのご家族、これを帳消し